タフかける上質なエクストレイル。2022年に4代目へとフルモデルチェンジした日産エクストレイルは、同社の主力 SUV として人気のモデルです。初代モデルは2000年にデビューし、タフギア感のある SUV が手頃な価格で購入できるとあって、10年連続で SUV 人気ナンバー1を獲得するなど、 SUV ブームの火付け役となりました。現行モデルの4代目は、歴代エクストレイルのタフなイメージを受け継ぎつつ、上品さを追加しています。VC ターボと進化した E パワーを組み合わせ、さらに電動駆動四輪制御技術 E4 ゴースを搭載し、先進的な SUV へと生まれ変わっています。 外観は初代店2代目に回帰したようなスクエアなスタイリングを採用し、タフさと上質感をうまく掛け合わせました。エクストレイルの上質な内装も特徴の一つです。歴代モデルはシンプルで機能的な内装でしたが、現行モデルは上質感をプラスしてスタイリッシュなインテリアを実現しています。 まるで高級車のようなプレミアムな雰囲気が漂います。メーターには2種類の表示モードを選択できる12.3インチのアドバンスドドライブアシストディスプレイが採用されています。センターディスプレイには12.3インチの日産コネクトナビゲーションシステムを採用し自然な言葉で操作できるボイスアシスタントや アマゾンアレクサを搭載するなど多彩なサービスを提供しています。さらに10.8インチの大型ヘッドアップディスプレイを搭載し、運転中に必要な情報が目線の先に表示されるため、ドライバーは視線を移動することなく必要な情報を把握できます。インテリアのシート素材にはブラックのファブリックに加え、 しっとりとした肌触りと包まれる心地よさをもたらす日産独自の次世代シート素材テーラーフィットが初採用されていますメーカーオプションの単色のナッパレザー抗菌仕様防水シートのセルクロスの4種類から選択できますコンソール部分は宙に浮かせたブリッジ構造を採用しており ラージサイズのカップも置けるホルダーが設置されています。コンソール下にはティッシュボックスや膝掛けなどを収納することができます。アームレストも兼ねるコンソールリットは収納物が取り出しやすい観音開きタイプとしました。さらに、ロールサンシェードをリアドアに備え直射日光を遮ることで室内の快適性を高めています。 最上級グレードの GGE45 オースは木目調のインパネやドアハンドル部エアコン吹き出し口にクロームのフィニッシャーが施されるなどより上質なインテリアを備えています現行エクストレイルは2列シート5人乗りに加え一部グレードに3列シート7人乗りも設定されています 三列シート7人乗りが用意されるのはカスタマイズカーのオーテクエクストリーマー X と特別使用車の 90th anniversary 90周年記念車でいずれも E4 いいオースを搭載した 4WD モデルです先代の三代目モデルから三列シート仕様を設定し多人数乗車のニーズに依頼していますが SNS などでは3列目シートは狭い大人が乗るのは厳しいといった投稿が見受けられます。エクストレイルの3列目シートは緊急用として割り切って使うのが良さそうです。